いろいろなことがありましたが、この5年間の競馬界について語りましょう。ディープインパクトに関することでもいいですよ。コントレイルが無敗三冠になったのは嬉しかったけど、欲を言えばディープにも生きてて欲しかったな。親子2代で並ぶところが見たかった。そういえばディープは4、5年経過したけど、ハーツは4、5、1年しか経過してないんだよな。ディープ2019、ハーツ2023、ハーツは先に亡くなったライバルたちより長く生きて、守護馬引退して悠々自適に暮らしてた時に亡くなったから、幸せに天国に旅立てただろうけど、ディープと金亀は守護馬現役中に急死したのが悔やまれるな。サクソンの2000ギニー制覇は今までの競馬人生の中でもトップクラスの衝撃だったし、本当にいい思い出だったわ。ありがとな。ハルテンの勝ち方はマジで好き。日本レコードで走る馬を世界レコードでねじ伏せるの無慈悲で好き。静寂のダービーやオークスは、未来になってからコロナ禍を経験してない若い人がレースを見返した時に、異様に感じるだろうなと思う。それでも、無観客を決断しながら乗り切った競馬界はすごいよ。今は観客も元に戻って喜ばしい反面、マナーの悪い人も戻ってきてしまったのが悲しい。スタミナが生むスピードという馬だった。ディープ死んで金亀死んで混乱の守護馬戦国時代って感じの現在だな。サンデー直後の守護馬がほぼいなくなって、今後はエキファと絆が引っ張ってくことになるんだろうが。強い馬が強い産駒を出せるかはある程度運なのによくあそこまで G1 馬輩出したよ。最近は日本史上最強馬って言われること減ってきた印象。出遅れ癖をゴリ押しで突破してきた追い込み一辺倒のディープよりかは、差しでめちゃくちゃ強い上逃げに、シフトチェンジしてもめちゃくちゃ強いエクレア君の方が強いって考えになってきてそう。ディープや北三ブラックのような圧倒的フィジカルとハーツくらいのような柔軟性を両立できる馬だし。まあ本来はそれが正しいよ、競馬的には。追い込みであんだけ勝つのもそれはそれですごいってだけで。ルドルフと CB みたいなもん。強い馬がいてその全兄弟は同値になるから。守護馬としてもポスト枠として期待されるのなるほどなぁと思った。競争成績は言うまでもなく強い馬が守護馬成功する保証は全くないのに、蓋開けてみれば守護馬としても競争成績並みに、超優秀サンデーサイレンスの最高傑作すぎた。凱旋門の話で言うとやっぱり宝塚から直行のローテが微妙だったのではないかと、ペリエも言ってた気がする。ハーツくらいよ、ハリケーンランよ、待っていろ、ディープインパクトです。がなんかいいんだよな。競走馬ディープインパクトは、強い、かっこいい。って感じだったんだけど、守護馬としては、加減しろ、バカ。って印象が強い。まあ、ディープがいなければ俺にとっての最強品馬、ジェンティルドンナが誕生しなかったので、これ以上は、言及しないでおく。凱旋門賞で攻められるのはディープじゃなくてポカした陣営なんだよな。サンデーサイレンス×ウィンドインハーシェアの3兄弟と子孫応援してるけど、毎週活躍してくれてて素直に、嬉しいよマジで。レースの上手さを含めた最強はイクイノックスに譲ったけど、フィジカルなら未だにこいつが最強。よく見れば探す弱点はいくつかあるけど、それを全部フィジカルによるゴリ押しで補うタイプだからな。それに加えて騎乗馬の得意な立ち回りに使うステータスをシンプルに底上げするのが得意なタッケさんが加わった結果、フィジカルによるゴリ押しイコール最強を提言した馬になったと。ルドルフ一筋の皇帝の杖、岡部くんも対処法を開示しつつディープを追いかけてたぐらいだし、ついついは最初からスペック的に最強だったからな。新馬から引退まで出るレースでオッズが狂ってんよ。高い操縦性と着実に機体開花させた能力で成功法を持ってねじ伏せるイクイノックス。馬としての本能全開でスペックの暴力を持ってねじ伏せるディープインパクト。この全く違う、最強の競馬、を見せてくれた2頭を生きてるうちに見れたのは神に感謝すべきことかもな。ポケモンで例えるならイクイノックスがアルセウスでディープインパクトが海王がみたいなもんか。戦闘スタイル的な意味で。サクソンとかロダンを見るに、5年くらい長生きできてれば欧州でももっと大暴れしてただろうと思うのが残念。ハーシェア母ちゃんの影響が強くて本質的には欧州馬だったって言われることあるね。オブライエンの A クラシックコース行く馬はほぼその年のクールモア1番馬だから頭数に対する打率がエグい。JRA に贔屓されてたのはそうかもしれんけど。競馬人気がどん底にあったあの時代でディープみたいなのが出てきたらそりゃ全面的に押すよなぁとは思う。JRA を起用というかは置いといて、起用的思考で言えば当然のことをしたまでなんだよね実際。売り上げをなんとか維持して上昇に転じさせるためには手段を選んでられないのが商売の世界なわけで。ディープの子供だけどスノーフォールがなくなったの悲しかったなぁ。近い時期にはブネリアンも休止して辛い時期だったもう2年も前か。
ディープの子供たち勝てるところ選んだ陣営もすごいけど、欧米でもオーストラリアでも G1 勝ってるのなんかすごい。だっけ2着の有馬っていろいろ思い出に残るよな。プイプイとイマックといい。評価では穴馬的存在だった馬にまさかの黒星を叩きつけられる 91&0 を有馬。同期で最大のライバルとの激戦の末、わずか数センチ差に泣いた99有馬。この3つはすべて武豊騎乗馬が2着、だから印象に残るんだよな。当時小学生だった自分からすると毛色が似てる馬の区別なんか見分けつかんし、名前が書いてあってもレース中に絶景見るの難しい。けど最終的に後ろからすごい勢いで先頭に立つから馬の区別はつかなくてもディープインパクトだけは分かったな。わかる、後ろの方から来るすごい速い馬って覚えてた。変顔が好きです、小声。表情筋なのか骨格なのか変顔って結構遺伝してる気がする。まあ、ディープおじさんのおかげでイクイノくんが生まれたと言っても過言ではないし、頭が上がらないよ。ありがとう、我がヒーローを生み出してくれて。ディープが亡くなってすぐに金亀も亡くなったのが衝撃的だった。墓も隣なんだよな。大僧侶はルドルフとディープならルドルフの方が強いと言っているが、だからといってディープアンチではなく、ちゃんとファンをやっていて、フランス遠征でも応援に駆けつけるぐらいファンやっているし、普通に強いと評価している。あの有馬のエピソードはルメールのディープ対策の方が印象が強い。入球初日、ディープを出迎えた市川厩務員は股を覗いてブツがついているか確認した。猛獣のように手のかかる、あの、ブラックタイドの弟がこんな可愛いはずがない、と思ったとか。ディープ父1989年アメリカに看馬。お察しの通り、在日守護馬ではキング、オブ、ザ、希少男。ディープ母妊娠しながらも G1 勝利した肝っ玉母さん。サンデー一族長老石野サンデーと並ぶ日本競馬界有数の長寿馬。ディープ同母に父譲りの激しい気性の持ち主。隠されたギアが武器。血族みんなこれだもんね。耳の裏を足でかける柔軟性があるとかも面白いエピソード。担当した市川厩務員の話だと同僚のサイレントディールがやっているところは実際に見たそうで、ディープの場合は、後ろ足がかゆい時に自分の口を持っていってボリボリ書いていた。口が後ろに届くイコール耳の後ろも書こうと思えば書ける。という話らしい。失点、島田昭弘著、ディープインパクト無敗の三冠馬の真実、より、ハーツクライとの因縁が互いの3区にも続くっていうのがまた面白いよな。ディープは今も3区が活躍してるから現世にいない実感が湧きにくいんだよな。自分が会ったことないってのもあるけど、一回でもいいから会ってみたかったなぁ。生きている間に競馬場をアシャダイスタリオンステーションで拝めた人たちは本当に羨ましいしすごいなって思う。でもせめて19までは生きてて欲しかったよな。そしたらコンちゃんの三冠達成時も存命だし、欧州にももっと三区がいただろうし。ロダンの走りを見た欧州がどう反応するかが見たかった。それまで健在でいて欲しかった。まだまだ生きていたらクロノやラブズやリスグラシュートもやっていた可能性あるのか。クロノはまあつけてたかもしれんね。個人的にはスタセリタやソウルスターリングとの配合が見たかった。前者はシェーングランツが重傷勝ちまでしてるから余計に。エリザベス女王がかなり興味持っていたんだっけ？母方の曾祖母ちゃんが女王陛下の所有馬だったからね。曾祖母ちゃんも現役時代は A 戦ギニー。日本でいうところの桜花賞、トフツオークスを買ったりでかなりの有力馬だった。ちなみにフツオークスの日程が自身も出席予定があった大きな会議、国政にも関わるかなり重要な会議、と、かぶっちゃったんだけど、会議よりも相場のオークス失踪の方が大事よ。と言って、会議蹴ってフランスまで応援に行っちゃったのは割と有名な話。さぞかしフランスの馬産関係者と外務省の重鎮たちは腰抜かしただろうな。女王陛下が我が国のオークスにお越しになられるぞ。と聞いて大慌てで会場の警備を、強化したりなんだりで大変だっただろうな。確か女王が直々に、ディープは元気にしてる？って手紙送ってたりしてなかったっけ。社台に真筆のお手紙があると聞きたらしいというのは聞いたことあるな。引退後のプイとコンが仲良くしてる光景見たかったな。イクイとキタさんの親子対面みたいなショットの一枚でも見てみたかったな。ハーツクライのタイムを翌年の有馬記念で同じでゴールするのがある意味すごい。